皆様お疲れ様でございます。先日のですね、新宿フェイスプレ旗揚げ戦も、もう超満員2度目の大盛況で終わりました。皆さんのおかげです。感謝いたします。で、5月24日から始まります後楽園大阪広島、もうこれも約3週間後に迫っております。で、今日はですね、全カード発表をさせていただくんですけども、その前に、かなちゃんの方から何か一つ発表があるそうでございます。はい、ですね、私、かなのプロデュース興行を、行うことになりました。興行名がですね、かなのプロフェッショナルレスリングプチカナプロ、プチがつきます。会場は、新木場ファーストリングで、日時が、6月の17日の日曜日18時30分から行います。カナプロをよくわからない方もいらっしゃると思うんですけれども、今回で4興行目になって、1本目が、新宿フェイスで里村芽衣子戦をしまして、2本目が、同じく新宿フェイスで、藤原組長と組みまして、元バトラーズの石川祐希、そして、オズの天野選手と戦いました。で、3本目なんですけれども、去年の9月で、KBS 京都で真下健吾選手と戦ったんですけれども、全て超満員で、皆さんから、ね、評判も良くて、いつやんねんみたいな話があったんですけれども、なかなかタイミングもなくて、会場も取れなかったというところもあったんですけども、今度は WNC で広島大会があるんですけども、そこでもフィンレイと戦うということになって、ちょっと私の中で火がつきまして、それやったらもうちょっと興行やらなあかんなっていうのがありまして、でやろうと、決定しました。で、私の価値っていうのは藤原組長の直系の血統でもあると思うので、なかなか普段の女子では解放できない、そんな解放できないそのチャンネルをですね、久しぶりにちょっと合わせてみようかなと思ってます。でなんですけども、1時間前にちょっと決定したんですけども、私がちょっとこういうプロデュース興行をやるんですって言うたら、それやったらもうやろうよっていうことで、出てくれることになった方がいまして、私はもう本当にその選手がもう大好きで、もうちょっと東京に出てもらいたいなってずっと思ってたんですけれども、思ってたんですけども、それがですね、なんと、UWF インター、そしてリングス、そして、パワーオブドリームの山健こと山本健一さんが出てくれることになりました。1時間前に決まった。そう、1時間前に決まって、あれやったらやろうっていうことで言ってくれたので、ちょっとカードなどね、おいおい、お伝えしますんで、よろしくお願いします。ご質問はございますか。今回カナプロプチプチというのはどういう違いがあるんでしょうか。言わなかったでしたっけ。プチはカナプロなんですけれども、会場がの規模がちょっとちっちゃくなったんで、それでプチっていう、もうただそれなだけで、コンセプトは何も変わりません。プロフェッショナルレスラーだけを集めた興行になります。